春日ガ市立、藤山大小学校は、愛知県春日ガ市、藤山大にある市立の小学校。最寄り駅は JR 中央線、愛知環状鉄道愛知環状鉄道線、構造寺駅。2016年度以後の校区は、藤山大全域。2013年から2016年まで、藤山大小学校として使用された、藤山大東小学校の校舎。 高度経済成長期の1960年代には、愛知県カスガイ市東部に、高蔵寺、ニュータウンの建設が行われ、1968年には、最も早く藤山台への入居が開始された。高蔵寺、ニュータウンで初めて、1968年5月に、カスガイ市、藤山台3丁目2番地に開校した、小学校が、藤山台小学校である。 2010年代になると、東高と春日ガ市立、藤山大東小学校は1学年に1学級の小規模校になったことから、春日ガ市では初めての過小規模による学校統合をされることになった。2013年4月には、一旦藤山大一丁目一番地の藤山大東小学校の校地に移り、藤山大東小学校の校地が藤山大小学校となった。 2016年4月には、藤山台三丁目2番地の元の校地に校舎が、竣工したため、藤山台東小学校の校地から、元の校地に戻った。2016年には、春日ガ市立、斉藤山台小学校も統合しており、藤山台の3小学校の統合が完了した。設計者は、東京大学、吉武中研究室と株式会社、 三坂建築設計事務所。敷地面積は3551平方メートル。床面積は1階が2184平方メートル、2階が953平方メートル、体育館が601平方メートル。校舎は L 字型であり、長編が高学年教室、特別教室棟、短編が低学年教室、職員室棟である。 高学年教室の前の廊下は、教養全室として、広く取られている。新しい町にふさわしく、5段階評価の通知表を、撤廃している。ABCDEFG 中部大学トヨタ、研究室、高蔵寺、ニュータウン建築ガイドマップ個性ある町へ、中部大学トヨタ研究室、1989年、PQABCD、 カスガイ市参考統合省13年度に解体など、立達通り新聞、グルッポ富士等がオープンしました。カスガイ市役所、2018年5月17日閲覧、ありがとうございます。